はい、こんばんは。それでは、昨日発表しました美容整形でなりたい顔ランキング、女性編ベスト10の続きをいこうと思います。前回の動画、昨日の動画で、6位から10位まで発表しましたので、今日は、1位から5位を発表させていただきます。じゃあ、5位からいきましょうかね。5位はですね、沢尻エリカさんですね。で、沢尻エリカさんってやっぱり昔から女優として第一線で活躍されているし、まあ今でも人気があります。で、つい先日、薬物のことで逮捕されて、それからまたメディアでたくさんフューチャーされるようになったんですね。それによってむしろ美容整形でエリカ様の顔になりたいっていう女の子がちょっと増えましたね。で、沢尻さんは今33歳なので、まあアラサーとか、あるいは35歳ぐらいとか、そういうぐらい の年齢の女性にも人気があります。で、もちろん20代の女性にも人気があります。で、やっぱり薬物依存で精神疾患を持っているので、まあ、それに対して共感するっていう人もいて、美容整形の患者さんって結構薬物依存の方って多いんですね。それは違法な薬物じゃなくて合法的な薬物ですね。まあ、精神科に行って、まあ、ハルシオンとかそういう眠剤を飲んで、それの依存症になってたりとか、あとは、まあ、デパスとかソラナックスとか、そういった抗不安薬とか、まあ、ベンゾジアゼピン系のお薬の依存症になってるっていう方が結構多くて、まあ、それで逆に沢尻さんに対して共感を覚えて、まあ、沢尻さんに憧れて沢尻さんのような顔になりたいっていう人がいます。まあ、ちょっと変な理屈なんですけど、まあ、そういう人が多いというのは事実です。で、まあ、鼻とか二重とか輪郭とかを沢尻さんのような形に希望される方が多いですね。じゃあ次行きましょうかね。次は4位。4位は広瀬すずちゃんです。やっぱりね、すずちゃんはね、可愛いですよね。すずちゃんに憧れる若い女の子がいるのはもう僕もすごく気持ちわかります。で、まあ高校生ぐらいの女の子も多いし、まあ、大学生とか、まあ20歳前後の女の子に多いですね。で、すずちゃんの顔で希望が多いのはね、まあ、二重ですね。で、すずちゃんはまあ自然な末広型の二重をしてるんですね。なので、この二重は日本人の多くの人に対して合ってるデザインということが多いです。日本人はまあ比較的まぶたが厚くて毛小ひだが張ってる人が多いので、まあ、そういう方は、まあ、すずちゃんぐらいの幅のあまり広くない末広型の二重を作ると似合うということが多いです。あと、まあ鼻なんかも広瀬さんの、鼻が人気だっていうことが多いです。まあ、清楚系の女の子に人気があります。はい、じゃあ次行きましょう。次は3位。3位はですね、深田恭子さんです。で、深田恭子さんは今37歳ですね。なので、まあ30代とか40代、まあアラフォーの女子に人気があります。まあ、37歳には見えない肌の美しさ、若々しさがありますので、まあ結構アンチエイジングでも深田恭子さんみたいな感じになりたいって言って、まあ30代40代の方が糸のリフトとかヒアルロン酸とかウルセラとかサーマクールとか、そういったアンチエイジングの治療されることも多いです。あとは、まあ鼻とか二重の形も、深田さんの形に憧れてこういうふうになりたいっていう方が多いですね。目は幅の狭い平行型二重なので、こういう二重は日本人でこういうデザインでやると不自然になっちゃうことが多いですね。もともとの目が深田さんみたいな薄いまぶたで、そこそこ目の開きがいい方だったら似合うこともあるんですけれど、まぶたが分厚くて毛小ひだが張ってる人に対してこういう平行型を作るとかえって不自然になることがありますので、それは要注意だと思います。はい、じゃあ次いきます。次は2位。2位は橋本環奈さんです。橋本環奈さんも4位の広瀬すずちゃんと、まあ、同じかそれ以上ぐらい人気があります。広瀬すずさんと同じように
高校生とか大学生とか、まあ、20歳前後の若い清楚系の女の子に人気があります。で、橋本さんのパーツで人気があるのはやっぱり目ですね。目の開きが程よく良くて、普通に黒目が8割ぐらい出るんですね。で、二重の形は末広型ですね。でも末広型だけど綺麗に丸く開く綺麗な二重の目をしてるんですよね。なので普通の女の子にこれと同じぐらいの末広型の幅の二重作っても、橋本さんみたいに綺麗に丸く開かないっていうこともありますけれど、まあただ広瀬さんと同じで幅があんまり広すぎない末広型二重なので、日本人の女の子でこういうデザインで手術して、まあ、あんまり不自然にならないっていうことが多いですね。あとはまあ橋本さんすごい童顔で可愛らしいですよね。丸顔で鼻筋も程よく通ってて、でとにかく目が大きいですね。クリッと目が大きいので、まあ、よく二十歳前後の女の子の間では橋本環奈さんと広瀬すずさんどっちが可愛いって議論になるぐらいなので、いずれこのことも動画で詳しく話そうと思うんですけれど、まあそれぐらい、人気を二分するぐらい清楚系の二十歳ぐらいの女の子に人気のある子です。じゃあ最後いきましょう。1位は、アスカキララさんです。で、アスカキララさんはですね、まあやっぱりね、なんだかんだ言って整形女子に人気がありますね。整形女子っていうのはもう整形が大好きな女の子ですね。まあツイッターで整形アカとかやってたりとか、まあ、いろんなクリニックにいっぱいカウンセリング行って、いろんなところの有名な先生の手術受けてぐる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 回って、でうまくいかなくて修正して、また修正して修正してって繰り返す、まあ、ちょっと整形依存症入ってる女の子に人気があります。あとは韓国が好きな女の子にも人気がありますよね。韓国に行ってアスカキララちゃんみたいになりたいって言ってやってきた子も多いですね。それでうまくいく子もいれば、うまくいかなくて修正目的でいらっしゃるっていう方も結構多いです。で、アスカキララさん、なんでこんなに整形女子に人気があるかっていうと、顔のパーツの全てが整形女子にとって憧れのパーツなんですね。で、全てのパーツが際立って目立ってるんですね。目立ってないパーツが一つもないんです。で、目は、眼球が大きくて、まあ、ちょっと幅広の平行型二重で、で、目頭も程よくキュッと尖ってて、で、程よく大きな涙袋があって、で、鼻も際立ってまして、鼻が高め、鼻筋が程よくスーッと通ってて、縦の長さが長くて、で、鼻先が斜め下方向に矢印のようにツンと出てる鼻。で、唇も程よく厚くて M 字の形の唇。まあ、こういう形の唇に手術したいとか、ヒアルロン酸入れたいっていう子も多いですね。あと、輪郭も極端にキューッと顎先が尖ったシャープな輪郭なんです。こういう輪郭を作るのって、美容整形でやるのってすごく難しくて、顎が大きい人はもう端から端まで V の字に骨を削るとか、まあ、そうすると結構神経が麻痺して後遺症が残ったりする、結構ハイリスクな手術をしないといけない場合が多いです。むしろ顎が大きい人じゃなくて、元の顎がちっちゃい人に対してヒアルロン酸やプロテーゼ入れて顎をキュッと出すっていう方が、こういう感じのアスカさんみたいな顎にできるっていうことが多いです。あとはおでこが程よくポコッと丸いんですよね。で、おでこ丸く出すのは、まあ、うちだったらヒアルロン酸注射とか骨セメントとかでやってますけれど、まあ、程よく丸くポッコリ出た可愛らしいおでこ、これも人気ですよね。まあ、あとは顔は関係ないんですけど、バストとかボディラインもアスカさんのその AV とかを見て、これぐらいの大きなバストになりたいとか、これぐらいウエストを細くしたいとか、そういう要望をされる女子も多いです。で、やっぱりね、アスカさんは、先ほど前に出た相沢エミリさんと同じで、風俗嬢とかキャバクラ嬢にすごく人気です。しかも派手系のです。清楚系の風俗嬢の子にはあんま人気ないんですけど、派手系のとにかく際立ったパーツで目立った顔になりたい、目立った整ったお人形さんみたいな顔になりたいっていう方に、すごく人気があります。
まあ、全てのパーツが整形女子にとって人気があるから、やっぱり整形女子の憧れの的になってしまうということです。はい、以上です。で、まあ、前回の動画でも最初に話したんですけれど、この美容整形でなりたい顔ランキングってあくまで僕がこういうふうになりたい顔をカウンセリングの時に出すといいですよって言ってるんじゃなくて、本当はなりたい顔を出さない方が手術がうまくいくっていうことが多いです。というのは何度も言ってるんだけれど、人間の顔ってやっぱりそれぞれ土台が違うので、土台が全然違う憧れの芸能人の顔に近づけようとすると何らかしらのね、無理ができてしまって、まあ、特に切開二重とか輪郭とか鼻とかがそうなんですけれど、憧れの芸能人は綺麗なんだけど自分の顔をそれと同じにしようとするとすごく不自然になって無理な整形になってしまうということがよくあります。たまたま憧れの芸能人の顔が自分の顔に土台が似てたらうまくいくんですけど、大抵憧れの人って自分が持っていないものを持っている人なので、あんまり憧れの人の顔に近づけようとすると不自然になるので、本来は自分の顔の土台に合った自分に適したデザインでやるのが一番自然で美人になるし失敗しない秘訣なので、それだけはしっかり頭に入れておいてもらった方がいいと思います。ではまたいずれ、男子の、男性編の方も、ベスト10させていただきたいと思います。それではごきげんよう。